もうとにかく記憶にないし、記録にもございません。はい、そうしましたら、ただいまより学校法人武学園緊急理事会開催に伴う報告会見を始めさせていただきます。愛媛県が国会に提出された文書をめぐり、学園職員が起こしました不適切な言動につきまして、愛媛県民、今治市民、愛媛県関係者、今治市関係者の皆様方に多大なるご迷惑、ご心配をおかけいたしましたことを、学園の代表者として深くお詫びを申し上げる次第であります。当時の学園担当者に対し、本日付で月額給与の 10% を6ヶ月減給する処分といたしました。また、私自身も最終責任者としての監督責任を明らかにするため、給与の月額 10% を12ヶ月間自主返納することといたしました。それは記録を調べさせていただきましたところ、私はもう3年も前のことでございますので、記憶にもございませんし、記録にもありませんでした。そしてまたもう一つのご質問でありますけれども、担当者がそのようなことを言ったという誤解を生むようなことを言ったことにつきましては、ことを前に進めようとして言ったんだということの報告は受けております。安倍首相と懇意されているということで、ゴルフや会食などされていますが、全く獣医学部の話はなかったということ。我々基本的にはですね、もう何十年来の友達ですし、もう仕事のことはもう話すのはやめようということのスタンスでやっております。リラックスをするためにお会いしておりますから、仕事の話だとか、もちろん政治の話はいろいろ聞いたことがございますけれども、もうこちらの話なんかあまり興味はないと思います。一切獣医学部の話はありません。